川崎さん、トリングお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。川崎さんがそのベンチプレスを伸ばすとき、胸をでかくするときにこういうのを意識してるだとか、初心者はこういうトリングやった方がいいよっていうのをもしあれば教えてください。自分がやってるときに意識してるのは、フォームとりあえずとりあえず上げる気にしない。とりあえず上げてます。フォーム気にしないんですか。はい、さっき、はい、普通にケツも上がりながら胸バウンドしながらやってたと思うんですけど、200キロでね、とりあえず回数やるみたいな感じです。なるほど。じゃあフォームは気にするなと。初心者は、初心者はちょっと別だと思うんですけど、とにかく上げることだけを考えて体に染み付いたフォームでもめっちゃやるみたいな、はい、あ、そうですね、はい、初心者の場合はどんな感じのトレーニング、ベンチのやり方だったり、その胸のトレーニングやればいいとかってもしあれば。胸というかこの一体ですよね。 上部を鍛えた方がいいかなと思います。それは何か理由があるんですか。日本人は鎖骨あたりがペラッとしてる人が多い印象ですね。トレーニングしてても鎖骨あたりがペラッとしてる人が多い印象だから。自分がペラッとしてるんで97、8キロでバキバキなの、はい、そうなんです。ちょっと自信なくすぐらいペラッとしてるんで。初心者はインクラインやると。インクラインとフライ、まあ、ベンチプレスもやった方が重量は使えるんでやった方がいいと思うんですけど、はい、バランスよくやった方がいいと思いますすいません。でもフライやんないですよね、川崎さん。フライはマシンで。マシンで。マシンで。普段ベンチプレスやるときって、そのベンチや終わった後になんかペックフライっていう、こういうマシンのフライの種目があるじゃないですか、はい、その2種目やって終わりなんですよね。そうですね、はい、素晴らしいですね。そのフィジカルエリートというか遺伝子というかあと腕、はい、腕とか肩とかやって。マシンで。マシンで。ベンチプレスやらない日とかってあるんですか。ベンチプレスやらないけど胸の日はあります。その時はどういうトレーニングされてるんですか。インクラインベンチを軽くですね、やったり。軽く。はい、マックスが、はい、まあ、ほんと 50% ぐらいの力っていうんですね、重量で。例えば川崎さん、インクラインのベンチは何キロぐらい上げたんですか。160から50ぐらい上がると。じゃあそれを80キロでやってるんですか。いや、あ、まあ、100ぐらいですかね。10回5セットとか。結構それ160上がる人からしたらめちゃくちゃ軽いなって思うんですけど、はい、結構余力持って終わらせる感じなんですね。そうですね、ちょっと。あ、そう、はい、あと思い出した、ベンチプレスやるときの意識してることは、川崎さんもう一つもう一個あって、潰れるまでやらないっていうことですよね。ああ、潰れるまでやらないです。補助とかも普段入れます。多分ずっと一人ですよね。ずっと一人なんで入れないんですね。だからフォーストレップもだから潰れてから何回とかいうのもやらないし、ドロップセットとかもやらないですよね。やらないですね、はい、じゃあストレートセットで余力を持って終わらせると。なんで、まあ、初心者の方はベンチプレスは、まあ、フォームは別にいいと、度外視してとにかく上げて初心者はフォームちゃんとやった方が最初身につけて。なるほど。トレーニング慣れてきた人はフォームはその染みついたもので思いっきり上げてもらって、ドロップセットもフォーストレップも何もしないと、余力を持って終わらせる。これがベンチを伸ばす上で大切だと。結果胸もでかくなる。今まで深く考えすぎてたなって人は川崎さんの考え方でやればいいし、逆に大雑把な人はこのままでいいのかみたいな。ああ、いいんじゃないですか。大雑把で大丈夫だと思いますけど、ね、あまり考えすぎても追い込みすぎても怪我したりしたくはないんで、俺は次やってマシンでシャコシャコ細かい部位を追い込んでいけばいいんじゃないかなと思います。わかりました。じゃあ本日もすみません、ためになるお話をありがとうございました。すみません、はい、じゃあ今度またどっか予定合わせ足だったりどっかやりましょう、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。川崎さんとのトレーニングを終えた後にポージング練習会がみんなであったんで、僕も参加してきたんですけども、去年ね、神奈川選手権に出た時は、まあ、優勝争いに加わることはできたんですが、後にね、ポージングがダントツで破壊的に下手くそっていうアドバイスをね、まあ、多くの方からいただいたので、今年は参加できる時にちょっとでもいいんでポージング練習をね、まあ、するようにしています。ざっくりではあるんですが、各ポーズで意識していることをね、解説していければなと思います。1つ目なんですけど、ダブルバイセップス、これ力こぶを作るポーズですね。正面を向くポーズは基本的に去年と違うとこがあって、ちょっと前傾姿勢です。体を気持ちくの字にして、上半身を前傾姿勢にして、お腹は息を吐いて、少しだけお腹引っ込めてバキュームしています。前傾姿勢を取る理由はですね、足のカット、方向筋を出しやすくするためと、気持ち体が前に行くんで上半身をでかく見せるため。力こぶ作るときは腕を真横じゃなくて斜めちょっと前ですね、斜めに前腕を出して、肘が横に引っ張られる意識ですね。こうじゃなくてこういう風に横に肘を引っ張られてる意識で横に張り出すようにしてポーズを取ると、横の広がりが出て大きく見えます。2つ目にフロントラットスプレッドなんですけど、足の固め方はダブルバイと同じです。で、この日アドバイスされたのは、肘をね、前に突き出して上腕三頭筋を見せつけてやるくらいの
気持ちでラットスプレッドで肘を前に出すとよく見えるということでした。去年のポーズの取り方と一番違う点は、審判員によく見えるように角度を調整してポーズを取っているということですね。大会の時はあくまでも審判員、審査員はステージの下にいるんで、その位置関係を意識したポージングを教わっています。3つ目にサイドチェストなんですけど、サイドポーズは足や腹筋のサイズ感、幅を見せられるので、まあ、僕の得意なポーズ分野だと思っています。足元見てもらいたいんですけども、かかと上げてる方の足と後ろ側の足が折り紙を折っているかのようにピタッと重なっていると思います。折り紙をね、例えば折った時、紙と紙がずれていたら汚く見えますよね。ボディービルのポーズも同じことが言えるそうで、足が重なるようにと指導していただきました。4つ目にバックダブルバイセップスなんですけど、下半身の固め方がめちゃくちゃ重要なポーズなんですけど、細かすぎることを話してもみんな興味ないと思うんで割愛するんですけども、僕はプレアクションっていうのをね大事にしていて、ムキってやる前になんか絞れてるですよアピールをするんですよ。僕よく背中のクリスマスツリーだなんて言うじゃないですか。そのクリスマスツリーを出してわざと見せつけんですよ。で、絞れてるぞっていうところを見せて、そこから腕を大きく回して背中のポーズ、筋肉を出すようにしています。5つ目にフロントラットスプレッドです。このポーズが僕一番苦手なんですよね。皆さんにとっては背中の広さを見せつければいいんでしょって思うかもしれないですけど、そんな簡単な話ではないんですよね。本当に奥が深いのがボディービルなんですよね。で、僕は難しいんで今回このポーズは割愛させてもらいます。ごめんなさい。6つ目にサイドトライセプス、三頭筋を見せるポーズなんですけども、僕の好きなポーズの一つです。サイドチェストとサイドトライセプス、この2つが僕好きなポーズです。強みである腕、腹筋、ハムを存分に披露できます。上腕三頭筋を見せるポーズではあるんですけども、足も見せれるっていうか見せなきゃいけないし、腹筋カーフも見られます。上半身は腹筋も思いっきり息を吐いてね、腹筋をバッと見せつけるんですが、まあ、上半身は気持ちね正面に傾ける、ちょっとこうやって近づけるようにして腕も力入れて見せつけるようにしていますと。で、7個目、まあ、これが最後なんですけど、アブドミナル&サイっていうポーズ。アブドミナル、これ腹筋ですね。&サイ、サイは足っていう意味らしいです。これは腹筋だけのポーズじゃなく足のポーズでもある。腹筋だけ見せて足の筋肉浮き立っていないともう減点です。シンプルに見えて奥が非常に深いポージングなんです。足の方向筋ってわかります？方向筋をバシッと見せることが大事なんですよ。足の根元の筋肉ですね。腹筋もただ力入れるだけではなくって腰を丸めたり骨盤の前傾後傾っていうけど、それを微調整することでもっと分厚く見えたりするんで、なかなか鏡がないと僕うまくができないのが現状です。まあ、ざっと、まあ、意識していることは以上です。本当に簡単にざっと話しました。大会まであと3週間なんですよ。なんでね、過去最高の体といい見せ方でね、でいい成績を出せるように頑張ります。応援よろしくお願いします。よければチャンネル登録と高評価ボタン、あとこのチャンネルいいよって言って友達に URL を12以上にちょっとチェンメールしてください。